おはようございます。今日は2020年5月5日子どもの日でございます。天気は晴天でございます。気持ちいいですね。こういう日はね、子どもたちも外出たいでしょう ね。お家にいなきゃいけないんですよね。ではでは、ギターのチューニングから始めたいと思います。今日はね、半袖着てますよ。暑いです。違う気がする。これで OK ですね。では指の練習から始めたいと思います。途中失敗。あのね、なんで失敗したか理由言いましょうか。なんて聞きたくないですか。そうですね、はい、わかりました。ではでは、第2弾の指の練習でございます。これもね、なかなかね、2つ目の指の練習でございました。ではでは、シュリさんの曲レイニーハートをお届けしたいと思います。歌えないんですね。泣いてレイニーハート涙流が、歌うとね狂っちゃう。どういうこと、やめて。もう一回やり直し。歌だけ、あ、ギターだけ。Thank you.
でございます。では今日はね、ちょっとね、私のただ唯一のオリジナルでございます、わたしという曲です。初めて作詞と作曲した曲でございます。歌えるかな、自分の歌なのにさ音痴になっちゃってるんだけど、もしよかったら聴いてください。なんかさ、ずっと歌ってないから歌えない。今ね、みんな歌の上手い人たちに刺激受けましてね、自分でも歌ってみたいなと思ったけど、やっぱり私は歌は下手でございます。でもね、楽しんでるからいいかなと思ってます。私ね、ここが好きなんだけどね、今日さっき間違った。これはね、先にね、あの詩ができたんですよね。で、コードとメロディーをちょっとね、あの後からできたんですけどね、いい思い出です。ではでは、こんな私の歌聞いてくれて、最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。あのね、昨日ね、パソコンであの YouTube のアナリティクスっていうのを見たんです。そしたら、あのこの番組 の、 あのずっと最初から最後まで見てくれた人と見てくれない人、途中でやめた人とかいろいろね出てくるんですよ。それをちょっと調べてみました。そしたらね、ギターのこのシリーズ、いつも8時にアップしてるんですけど、このシリーズはね、あの再生維持率っていうんですか、それがねものすごい低いんですよ。もしよかったら最初から最後まで見てくれたら嬉しいななんて思ってます。ではでは、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。